はい。皆さん、こんにちは、えー。今回の記事はですね、アメリカ大学が消滅。二流三流大学がなくなる。その科学理についてちょっと解説していきます。まあ、もちろんコロナの影響で、えー、アメリカの大学にどんな影響が、えー、もたらすか、えー、そして大学スポーツにはどんな影響があるのかを、えー、今回具体的に、えー、どのような大学が え、消滅していくのか。そしてその、まあ、詳しい、えー、からくりの方を、えー、解説していきます。えー、今回参考するのは、えー、スカッ・ギャラウェイという、あの、アメリカですごく、あ、有名な、えー、起業家でもあり、えー、現在は、えー、ニューヨーク大学の教授。そして、まあ、アメリカの大手で、複数の、えー、大手で、えー、 役員ですかねを務めている方であ過去には、まあ、世界の経済的なリーダーとしても、えー、認識されていた方です、まあ、彼によると、えー、あごめんなさいその前にウィキペディアの方に彼の詳しい情報が書いているのでぜひ参考にしてくださいそして、えー、彼の本も今日本でも有名になってて えっと、h a p p i The Algebra of Happiness という本が日本でも売られていますし、もう一つは FOR という本で、まあ、Amazon とか Amazon、Facebook、Google、えー、あとどこかと忘れたんですけど、まあ、それについて詳しく解説している本も、えー、結構売られているみたいです。まあ、その Scott g a l l w a y によると、 えー、今後アメリカの一流大学は、えー、残るけれども、えー、二流と三流大学は、えー、今後何か大きな変化を成し遂げないと、えー、消滅するということを言ってます。まあアメリカ大学の消滅のからくりの一つですね。それは w a i t i n g l e s サブ組ですね。w a i t i n g l e s とは万が一、えー、合格した生徒が、えー、入学を拒否するとか、まあ他の大学を選んだ時に え、予備の合格者がいるんですね。それを、まあ、ウェイティングレスと言って、まあ、待っている人たちですね。っていうことなんですね。で、まあ、このウェイティングレスはどの大学も持ってるんですね。一流大学も持ってますし、二流大学、三流大学もウェイティングレスを持ってるんですね。まあ、需要が高いんですね。大学に行きたいっていう人だ、人がね。で、まあ、えー、この、まあ、コロナの影響で、あの、多くの生徒が、 あが大学に行かないっていう選択をどん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 取っていくらしくてそれは経済的な理由もあるらしくてもう一つはまあギャップイヤーをえー通る生徒がどん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 増えてくると言われてますねえギャップイヤーとはまあ1年間大学をえ休学してまあちょっと旅に出かけるとかまあ違うことをやってみるそしてその1年間が終わってから大学に入るっていうギャップイヤーですねまあ結構最近アメリカとかそのヨーロッパとか まあ結構流行っててるらしくて日本もそこそこ流行ってるのかもしれませんけどまだそんなに流行ってないかなと思います。でまあどのようにその二流三流とかが消滅していくかというとえー、っとまあ多くのね、えー、大学生が大学に行かないっていうことになると一流の大学はそのウェイティングですから生徒を呼び始めるんですね。 そして、その二流の大学も、えー、ウェイティングレスから呼び始めるんですね。そして三流も呼び始めようとするんですけど、三流は、ウェイティングレスがなくなるんですね。なぜかというと、まあ、あの、一流に入ってたウェイティングレスの人はそこそこに入るし、二流のウェイティングレスに入ってた人たちはそこに、二流のところに入っていくので、どん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 生徒の数が足りなくなるっていうふうに予測されていて、えー、それに、 えー、ものすごい高い学費を、えー、学費のある大学は、えー、どん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 なくなっていくっていうことになるんですね。まあ、スカ,スカギャロウェイによると、ここ5年から10年の間には、えー、1000から2000校の大学が消滅するという予測ですね。まあ、これはあくまで予測ですけれども、 まあ結構大学がなくなっていくということですね。えー、アメリカ大学消滅のカラクリに二、二ですね。一流の大学は世界のエリートのため。えー、アメリカの大学はエンダウメントという、まあ OBOG による寄付金制度があるんですね。おそらく日本にもあると思いますけれども。あのー、まあアメリカの一、超一流大学、ハーバードですね。結構有名な大学なんで、結構というかめちゃくちゃ有名な大学ですね。 ここのエンダウンメントは40 billion dollars と言われてます。日本円で言うとに400億円ですかね。もっと高いんですかね。えー、まあこの金額はまあ複数の国の GDP を超えている金額と言われててあの、スカット・ガラウェイさんによると、まあ、その一流の大学はその世界の金持ち、エリートのための えー、大学であって、まあ、高級ブランドのようなものなんですねルイ・ヴィトンとかエルメスとかそういうものに、えー、なってしまっているっていうことなんですね。でこういう大学は、まあ、自慢げに、まあ、その合格率は3%とか6%とか言って、あのーまあ、ちょっと一般の人を、えー、無視してるとか拒否してるとかそれで 学校のブランドを高めてるでもそれってちょっとおかしいんではないかとあの教育の場所なのに、まあ、大勢の人を、えー、拒否するっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうのは彼の指摘なんですけれどもでまあここで、えーまあ、近年アメリカの大学の授業費ですねそれは、えーとまあ、いつからかわからないんですけれども、えー、と1400%の百パーセントの。えー 上がってるんです、ね学費がね、なのであのー、まあほとんどの大学は学費から90%ぐらいの利益を生み出してるらしくて、まあ、ものすごい儲けてるんですよね。しかしまあ、まあ、この教育バブルですね大学バブルがこのコロナの影響によってはじける、えー、そして、まあ、コロナの影響であの大学に行く価値がどん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 、えー、と疑いと疑 始められて需要も減るという予測がされてましてそのため大学のコストを下げてくれというまあ社会的なプレッシャーが出るんですねなのでその高額な授業料を要求している二流と三流大学はまあ、必ずなくなっていくっていう風になるんですね でこのスカ・ギャラウェイさんの、まあ、インタビューが、えー、ここにちょっとブログの方に載せておきますので、まあ、かなり、えー、奥の深い情報を、えー、話しているので、ぜ、え、ひ、ー、英語のわかる方はあのー、おすすめですね。僕、これは私がちょっとものすごく簡単に、えー、誰でもわかるように説明しているつもりなので。 もっと、えー、奥の深い、まあ経済的とか社会的に奥が深い内容なのでぜひ、えー、参考にしてください。最後にですね、アメリカ大学スポーツの影響ですね。まあここは結構ポジティブな、えー、現象になるのかなと思います。まあ明らかにアメリカの大学の数が減っていくんですね。えー、まああのー、短大ですね。短大は残るんです。 ですよねやっぱりその地域にとって価値のあるところですし、まあ、コストもそんなにかからないから多くの人が行くんですねでいろんなプログラムがあるからまあ、あのー、地域の価値、えー、に関してはすごく、えー、高いものなので、まあ、そこは結構残ると言われてますねでやっぱり、えーまあ、4大ですね4大のところがなくなっていくのでまあ、えー 3割ぐらいの大学がなくなるっていう予測なので4大に関してはどん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 サッカーの質が上がっていくなぜかというとやっぱり競争率がどん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 上がっていくと思うんですねで、まあ、もう一つの予測はおそらく社会人リーグがもっともっと活発になっていくと思うのであの選手の選択肢が広がる。 あの大学に行く選手もいれば、えー、やっぱり、えー、社会人の方に流れていく選手がアメリカでは今後起こっていくと思いますけれども、やっぱり多くの生徒は絶対、えー、大学の方に行くと思います。なぜかというと、まあ、えー、環境が、えー、すごくいいと思うので。なので、えーまあ、今でも世界中から多くの選手が集まってきているので、まあ、今後それも加速していくと思いますし、 えー、そのため、サッカーのレベルが上がるという、えー、予測ですね。で、まあ、それに加えて、まあ、現在のアメリカの大学は、その S SAT、ACT ですね入、入試テストを排除しているというトレンドが見えているので、まあ、あのー、これはやっぱり世界から、えー、生徒が入れる、入りやすいようになってきてるのかなと思います。はい。では、以上です。あの、留学に関して興味ある 高校生ですね。アメリカの、日本の高校生は、ぜひとも、えロ、ー、00のホームページからお問い合わせください。はい。じゃあ、さよなら。